小城市情報発信番組小城ブラ。この番組では九州の小京都と呼ばれる小城市を市長と一緒にブラブラ歩いて探訪します。歴史や文化、グルメや名所など風光明媚な小城の魅力がたくさん詰まった番組、小城ブラスタートです。こんにちは、青木里奈です。今回は小城市牛津町にやってきました。前回は中林牛津記念館で牛津さんについていろんなことを知ったんですが、郷土についてもすごい人だななんてこともよく分かりました。でもまだまだ小城には素晴らしい偉人がいるということでやってきてるんですけども、どんな偉人に会えるのか楽しみです。それでは頼れるナビゲーターをお呼びしましょう。入口長、よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。町の入口です。ぬっかね、今日はね、暑いですね今日は何するんですか。今日はね、この前ほら中林牛津さんのね、はい、ちょうど明治の頃の偉人の、まあ、紹介があったんですけどね、今日はちょっとねミステリアスな時代にちょっと戻って紹介をしたいと思いますけどね。大体もともと小城というところは鎌倉時代に千葉市が来てから、それから龍造寺から江戸の鍋島ということにずっと歴史が移っていたんですけども、その鎌倉からこの室町に変わっていく中の南北朝時代というのがあって、はい、そこに実はこの牛津から九州を平定したすごい人がいるんですね。それを今日ちょっと紹介をしたいと思います。そんなすごい人がいるのに私全然知らなかったです、実は私もねなかなか知らなかったんですけれども、はい、今川良春という方なんですけど、その方にスポットを当ててそれを、ね、映画化したすごい男がまたいるんですよね、はい、小城、はい、その方に今日はお会いして、はい、でしっかりこう説明を聞きたいというふうに思ってますので、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。小城ブラ。さあ、それではその田中さんをお呼びしましょうか、呼びましょうかね、はい、じゃあ田中さん、どうぞよろしくお願いします。こんにちは、お世話になります、どうもこんにちは。今牛津在住でですね、これまでね3本の映画を実は作ってもらってるんですよ、はいはい、まあ、映像クリエイターとして今本当にこう頑張ってもらってますけれども、それが一つの子どもたちのその人づくり、それからまた町づくりにつながってる映画をね作ってもらってますのでね、今日はいろいろ話を聞きたいと思いますね、はい、そもそもちょっと映画が、小城の映画っていうことですよね。牛津の映画があるはい、ですか、はい、映画監督、それは大したことはなかったです。いやすごいことになりましたね、市民と一緒に作りよるけんです、ね、素人ばっかりですよ、みんなで。小城から映画ができてたんですね、やっぱり田中さんの監督って書いてありますもん一応ですね一応そしていよいよその第3が今日紹介するこの方ですね、牛津から九州を統一した男、今川良春ということで、すごい映画ができてます、はい、鎌倉時代は今鎌倉の13人って鎌倉殿の13人流行っとるじゃないですか、だから鎌倉はよくわかるんですよ、ところがですね、その室町に入った後の650年前の頃というのは非常に分かりにくいんです、ミステリアス、ミステリアス、だからどこに何があったというのはわからない。ただ事実一つだけあるのは、南朝というのは吉野に作った後醍醐天皇の分かれてしまうわけね、で北朝側は室町幕府が両方の朝廷を立てて争うわけ、73年間そのうちの25年間南朝側が九州を制覇するんです。それは菊池です、熊本県の菊池、でその中で室町幕府としては何とか九州を統一したかと、我々の手に入れたかということで最後の切り札として今川良春を送り込んだんです。その今川良春の後についたのが兄弟である中明という人、この2人がですね、1年間2年ぐらいかけて中に入ってきて1371年からこちらには来ます。でその後にここに統一する前後にですね建てたであろうと、九州短大府を、あれですか、九州短大府跡、ここにあったであろうとなってます。ここら辺は昔はそれこそ水がたくさんの船が行き着くるようなクリークのクリークがぐりぐりあってですね、だからここは一大拠点だったんです。なるほど。で九州を治めるために両親はここにも館作りますし、ここはその兵站基地、食料を供給したり娘さんや家族を住まわせるようなところと使ったであろうと言われています。そうだったんです
だからなかなかそういう中世の頃の歴史と我々も知らないから、ちょっとミステリアスな感じでね、もっともっといろんなね、掘り起こせばいろんなものがね分かってくるのかなと。でもう一つ面白いのはですね、その両親たちは京都に帰るんです。1395年に帰るんですが、それの前に弟の中明と結婚させるんですよ。それは荻野谷康、千葉谷貞の息子さんです。はいはいはい、こう漁していたその人と娘さんを結婚させます。なるほど。でその人の子供が650年間ずっとこの牛津の地に住んでいらっしゃるんです。今回の主役がその持ち長さ、この子孫になる部分ね、すごい。そうなんですか。この映画には子孫の方も出てくる。主役で出るの。ですね、はいはい。へえ。みんな苦労したですよ。みんな素人じゃないですか。もうだから後がね、だん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 なくなって、はい、そういう時代のことをみんな知らないじゃないですか。うん、だからこそ今のね、市民とか子どもたちにこんなことがあったんだよということをやっぱり映像でこうやって見せたいということ で、 うです、ね、こうすごい素晴らしい映画を作っていただいて、ありがとう。本当によくできてる。実は映画の予告編を作っておりますので、皆さんぜひ見てください。ワクワクします。時は14世紀南北朝時代、今川良春と中明兄弟が九州統一をしたことをご存知でしょうか。なぜ牛津が九州統一の拠点の一つとなったのか。今川良春と中明の物語、始まります。めめめめ、帝をお守りできるのだ。存分にいただこうぞ。頼んだぞ今川殿。国焼き、雲入りにそそる天山王は、もう一方九州の分け望む。大河を登りたどり着いた方。オギブラ移動してきましたが、ここは先ほどの九州短大附から4、500メートルほど離れた場所ですが、ちょっと小さな森みたいなこう木に囲まれた場所ですけど、こちらは市長、なんか気持ちいいとこ ね、 ここね、なんかね書いてね、日天使って書いてあるから、あのおテントさんの神さんじゃなかと、はいはい、おテントさん、ね、完全音菩薩って、あ、じゃなかった、うん、完全音菩薩の化身と言われるのが日天らしいんですよ。日天使、日天使で太陽の神様。農業にも太陽絶対大事ですね。本当はこの裏にですね、月天しておったそうです。日月、うん、それから手前には風の神様がいる。三拍子揃った農業の神様がおるんだけど、それだけじゃなかったんですね。650年前にまた戻るんですけれど、今川良春や中明が九州を平定した一番大きな力になったのは海軍なんですよ。海軍、いわゆる水軍、はい、それが松浦水軍と言いますけど、呼子からここにゾロッと来てるんです。ここら辺に来たんですか。でここに当時何十軒かそういう末裔が、海賊の末裔がおって、でここを根城に短大砲を守る。次ずっと 海の潮がここまで上がってきた。え、そうだったんですか。それでここの中に船でやった出入りする。でそこは非常に重要な場所なんですね。その中にこの日天使さんというのが祀られて、作られたってあろうと。なるほど。その人たちが大事に思ってたからこそっていうのもあったかもと。いや、知らなかった歴史も本当に知れたんですけど、本当に私何でもないように見てたので、道を通る時のこの小さな森があるなぐらいの気持ちだったり、さっきの場所も普段通ってればわからない場所ですよね。はいはい、そういったところに歴史があるっていうのは本当にロマンがありますね。はい、本当にあの田中さんの郷土愛には私ものすごく熱く感銘を受けました。ね、今回あの映画は3作目なんですよね。第1弾、第2弾、第3弾ということでずっと見てますけれども、
本当にね、なんていうんですかね、知らなかったこと、それから歴史のロマン、そしてこの地域のこと、人のこと、すべてこうやって皆さん の手作りで作られている映画で、非常に私も感銘しています。ですからこれは私も見たんですけどもね、まずは子どもたちに見てもらいたいという、やっぱりこう教育的な要素っていうんですかね、そういった意味でもどんどん使ってもらって、見てもらってね、そしたらやっぱり子どもたちが、自分たちが住んでるところはこんなに素晴らしいところなんだって改めて認識できる、そういうふうな私は映画じゃないかなと思ってますので、そしてまたより多くの市民の皆さん方にも見てもらいたいという、そういうふうな映画ですので、ぜひ皆さんご覧になってください。よろしくお願いします。お礼を述べさせてもらいたいんですが、地域映画ですので協賛してくださった市民の方たち、それから小木市教育委員会、その講演があって初めてできたものでございます。本当にありがとうございました。さあ、それでは田中さん、はい、この映画どこで見られるのか教えてください。今はですね、市内外 の公民館が特にやっておりますけど、そこはだいたい地域限定なんですね。で、一般的に皆さんが、一般の人が来れるのは6月の11日土曜日の2時から小木の夢プラット小木でやりますので、ぜひ見に来てください。この時は牛津映画と、以前作った小木の、あ、はいはい、この2本立てになりますので、お得でございますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。今まで知らなかったっていう方 もう興味があったっていう方に もちろん見に来ていただいて、はい、この愛を感じていただきたいと思います ね。いや、本当にね、本当にね、面白いのができて、そしてためになる映画を、ね、よく作っていただいたなと思います。ぜひ皆さん見に行ってみてください。牛津の歴史でオギブラ。